ピンポンダッシュをしたまーちゃんです。当チャンネルは耳で聞いて想像力を活性化させるために画像を使用しておりません。ご了承ください。園長のまーちゃんです。今日から心の部屋道徳心について、お伝えしていこうと思います。まあ道徳心といえば日本ですね、イコール日本っていうイメージが世界にあると思います。そして日本人は何気なく当たり前のように道徳心を持って、きちんと行動するというような、そういう文化、伝統、国体であると思います。それを今ちょっとグローバル化が進んで民主主義という根本的な理由がわからない中で、何でも言ってもいい、誹謗中傷も言ってもいいとか、そういうふうな履き違えた日本人の方が結構多いのかなと最近見受けられます。基本的には民主主義と言って、いろんな人の、いろんな意見を言いやすい状況とか体制のことを民主主義と、言うんですけども、多様な形での国である制度なんですが、一方そのコミュニケーションでいきますとね、イギリスとか外国で行けば、そういう民主主義が進んだ国で言えると、やはり基本的にはいろんな意見、その人の意見を尊重した中で、基本的にはプラス思考の建設的な議論、そしてどういう結果を出すかということが前提にあって、それで、いろんな意見を言っていくということが実際根本的なものだと私は思っておりますし、実際に、外国の方たちもそういうふうな、ものだと捉えて、コミュニケーションをとっていると思います。ただ今現状、日本はグローバル化の中で、ただただ外国のものを入れて、ただただ何も意味もわからなく、外国右なれ右というようなことをしてしまって、独自性、個性、そういうものがかき消されていく中で、じゃ あ実際に日本人という民族はそのグローバル化の中でどうやって生き残っていくか、それがどのぐらい、マッチしてるかというところが実は一番大事なところだと思います。そういう中で、いろんなところに支障が来てまして、野球にしてもですね、身近なところで言うと野球にしても、ただ急いで早くやるとか、カウントが外国みたいにボールから始まってとか、日本人らしさというものをどんどん消されていって、しまいには日本人がいなくなるみたいな、そういう風な世の中に
なりつつあるなと実感しております。そういうことで、ただなんとなく流されて、ただなんとなく外国のものを取り入れて意味もわからずやっていってね、心の虚しさとか、日本、自分は日本人だということに対する誇りと感が、まあ、少なくなって、いってるんではないのかなということで、もう一度ちょっと原点に立ち直って、それで、何千年と脈々と先祖たちが作ってきた日本の伝統、日本人というものを一回、見直しして、それで、まあグローバル化でもいいところはいいもので、受け入れればいいし、ダメなものはダメで、いや取り入れなくてもいいというようなことが本当のあるべき姿だと思っております。グローバル化をすべて受け入れるということは、例えば第一次世界大戦、第二次世界大戦になあの時のことで言うとですね、ホロコーストは当たり前とかね、差別は当たり前、植民地化するのも当たり前、そうやって人のものを盗むのも当たり前、これってグローバル化だからいいっていうわけではないですよね。そういうところは人としての、あと道徳心に関わってくると思います。なので、そういうところの区別というものをきちんと日本人はしていかなければいけないということで、まあ微力ながら日本の精神、もしくは日本の道徳ですね、簡単に言えば、まあ、道徳の時間ですよ、まあ、日本の道徳を少し、触れてですね、やっぱり日本っていい国だなとか、日本人でよかったなって思えるようなものにしていきたいなと思い、今回心の部屋という中でのまあ道徳心というコーナーでね、やっていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、まあそんな堅苦しくなくいきたいと思いますし、またやっぱり道徳心が、日本人はやっぱりその無形の価値っていうんですかね、有形の価値っていうか、ね、見えないものでいうと、やっぱり日本人ってすごいなと、外国からやっぱり言われるところで、日本人って素晴らしいと、何があっても災害があっても何があってもこうきちんとこう順番を守るとかね、ある丸国とかね隣の丸国とか、割り込んでいくとか、そういう風な道徳心のない、国とは違うんだと、きちんとした立派な国だということを、もう一度ね振り返って、行きたいと思いますし、その中にはやはり、武士道とかね、古いように思われますが、アメリカの過去大統領では武士道を全て、暗記して、みんなに日本の武士道はすごいよと、人として立派な精神の持ち方だというので、一目置かれたりもしてました。そういう風なのも含めてですね、聖徳太子が、17条の憲法で、第1章ですね、和をもって尊しのところとか、そういうのをちょっと振り返って、
見て自分はどうなんだろうというところがね、私もそうなんですけども、ちょっとこうなんかすさんだ気持ちになってしまうところが、やっぱりどこか道徳心がきちんとこう伝承されてない不伝っていうところで言えば、そういう意味ではやっぱり祖父祖母の時代まではね、戦前で生まれた人たちはそういう伝統とかそういう道徳心がすごい強かった、で素晴らしかったと今振り返ればやっぱり思いますので、そこら辺は、もう一度ね、ちょっと思い出しながら、ね、これから初めて聞く人は、まあ、初めて、そうなんだっていうことで、ね、初めてアメリカと日本を戦争したんだとかって、そういうのもね、それは負けるだろうと言いつつも日本はかなりいいところまで行っていたと。でまあ、勝てる試合を負け試合にしてしまったっていう共産主義のスパイとかそういう戦略とかそういうのが見抜けなかったというような、実は歴史の結果が出てまして、うん、そういうふうなのもあればということは、小さい国なのに大きい国に対抗できるほど精神的に強かった、そして、真面目勤勉そういう風なところとか優しさとかっていうものがすごいいっぱいいい話ありますよね。外国人をね、船が長崎の方で、転覆してね、それで、みんなを助けてあげたと。それがなんと50年後日本が国連大使とかそういうところ、まあ、その国でね、テロがあった際に日本人優先で、日本人のためにチャーター機を用意して日本人を助けてくれた。これは50年前の恩返しだという形でね、すごい年月経ってもこう日本人の心というものは世界の各国の人々に、伝わっているということをやっぱり忘れがちで、あるので、そこをもう一度日本人が日本人らしくやっぱり模範として、やっていかなければ、誇りとして持っていかなければ、うん、なぜ、外国の人たちが先祖が日本を日本って言ってたかの意味さえもわからなくなってしまうので、そういうところからちょっと今回、やっていきたいなと思い、この心の部屋の中で道徳心というものをこうもう一度こう、ね、気軽に、ちょっと思い出して、日本人ってそういう民族なんだなっていうことを認識してもらえればいいなと思って、始めたいと思います。まあちょっと長々と始めましたので、まあ前書きというか始めのところで、ちょっと今日は1回目は終わりますけども、まあ、結構大事なことなんでね、今後、まあ、都市伝説界で、ね、今年来年と大変な国時代になりますので、それまでにはなんとかこれを聞いていただいて、みんなで日本人の強さを世界に見せつけてね、世界の先頭に立ってやっていければすごい素晴らしい世界になるんではないかなとちょっと思ってますので、ご一緒によろしくお願いします。では、日本人の心の在り方とは、はい、電車やバスに老人が乗ってきたら
席を譲る、困っている人がいれば手助けをする、これは当たり前のことである。だがこういったごく当たり前だったことが現代社会においては当たり前でなくなりつつある。街を見渡せばスマホ片手に前も見ずに歩く人であふれ、人と人とが交わす挨拶やありがとうのお礼や気遣いの言葉もない。日本から道徳や倫理、さらにはマナーやモラルといったものが著しく欠けていっている。このような状況を危惧してか、文部科学省が道徳の授業を義務教育において教科化するという小学校が2018年度から、中学校は2019年度からですね、前はありましたけど、なくなったんですね、私の時はありましたけどね、始めたと。だが小学校や中学校で道徳の授業が教科化されたからといって殺伐としたこの社会がかつての道徳観をすぐに取り戻せるとはとても思えない。そうですね。私が子供の頃だった頃は学校の授業に終身があった。終身の教科書では日本人が大切にしなければならない道徳観や義理、人情、思いやり、忠義、善行といった全てが分かりやすく解説されていた。そんな終身の教科書をみんなで読みながら、私たちは人として大切なものを身につけ、日本という国に誇りを感じるようになった。信頼、要は神の代ですね、信頼から続く古の日本の精神は終身、さらにその元となった教育直後の中にあるのであり、取り繕っただけの新たな道徳の教科書などでは決して伝えることはできないだろう。我々日本人は日本の古き良き伝統でもある終身の精神を今こそ取り戻さなければならないと私は強く感じていると。戦前日本の子どもたちの徳を育んできた終身の中身を本書で紐解きながら、今日の道徳教育の在り方や日本人の心得を今を生きる皆さんと一緒に考えていきたいと思う。不道徳な時代だからこそ、今一度終身の精神を見直し、かつての日本人がみんな持っていたどの宗教やイデオロギーにも属さない日本人の心の在り方を知っていただければ幸いであるということで、結局私と同じことを書いてましたね。この資料はですね、私の大好きな渡辺正一先生の本でして、そこで、そのことを中でね、いいところがまとめられている資料なので、そこでいきたいと思います。ちょっと長くなったんで、次回ですね、第1章と続いていきますが、本当終身はですね、手元にありまして、それも続けて並行に、やっていきたいと思いますけれども、教育直後が私の娘のところにありまして、娘がどっかにやっちゃったんですよね。教育直後はすごい素晴らしい、本当よくできているもので、まあ終身と似てるんですけども、根本的なところはほとんど教育直後からの細かい田舎が終身というような感じでしたね。そういうことで、一緒にこの道徳心というのと終身と並行に、
やっていきたいと思いますので、まあ道徳心も続けていきますし、修士の方ですね、まずそちらから、いくら教育職を探してちょうだいって言っても探してもらえてないので、まず修士の方から平行に続けていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録お願いします。そのチャンネル登録によって、得た資金を子供のために、使っていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバーイ。